すると、あのブランドコートの注文が入ると思います。わかりました。ちょっとその前にもう寒くなるんで、行くかなと思って。ああ、なるほど。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。今日は昨日お話しておりましたこちら、じゃーん、ドナイヤさんの公式内野手用語、こちらのね、全ひも替えを今日中にやってしまいます。お客さんが来なければ、全ひも替えオールブラックということで進めますね。それではどうぞ。 YouTube ライブストリームです。あ、 YouTube のあれなんですね、はい、うん、で、あれライブが終わるとしばらくして YouTube さんの方でどうなってるか知らないけど、それが録画動画になって上がるんです。だから後でも見れるんです。そういうこと、うん、あれはね、自動的に YouTube に上がってきてる。そうです、 YouTube のチャンネルページで、もちろんあの僕のチャンネルページでリアルに、はい、あのお話できるし、うん、それが後であの動画に上がってきます。面白いですよね。いや、そういうのがあるってのは知ってたんだけど、もうやり方もわからないし、なんだろうなと思って、でもやってくださいっていう話もあったんで、よくわからないけど、じゃあっつって最初の、だから1本目のライブひどいですよやると分かってないからもうちょっと慣れましたんで、調子よく毎日お昼にやってます。高木さん、また新ネタないですか？なんか、はい、指導あのグラブ練習ネタの新しいやつ。新ネタ。高木道彦の守備特訓講座とかやりますか？
はい、どうでしたか。時間が迫っておりましたので、お客さんも来るし、かなり端折りましたけど、なんとか間に合いました。やっぱりいつも言ってるように、レースはグラブの骨格になりますから、ほら、こんなに腰が出てきましたね。さっきクタクタだったんですけど、レースでやっぱり違うな。あとね、指感はお客様とご相談ということになりますが、ああ、いいんじゃないでしょうか。うん、取りやすい。じゃじゃん。それでは皆さん、さようなら。